皆さん、ツッコミこんにちは、ゴータです今日はね、秋葉原に行っちゃったんですよ。もう最近いつもの、オーストラリアから持って行ったパソコンで、そのノートパソコンで編集頑張ってるんですけど、やっぱりちょっとそのノートパソコンでは編集するときにちょっとなんかカクカクで重いんで、今朝もパソコン開いたら、その OBS っていういつも使ってるプログラムにも問題があって、もういいやと思って、もう編集用のパソコン買いに行こうと思った。で、ゲーミングPC だったら結構高いんだけど、今回はグラフィックスカードだけ安いやつにして、もう完全に編集用のパソコン買ってきました。全部で多分17万円ぐらい使っちゃいました。でまずは、この普通のモニター1万5000円で買ったんですけど、これを部品とか1個ずつ買って組み立ててもらった、秋葉原で。で編集するんだから、なんだっけ、32ギガのラム入れてもらって、そしてその CPU はインテルじゃなくて、Ryzen の74700X のやつかな。まあ8コアで16スレッドで、ゲーミング PC 作るんだったらインテルの CPU がいいんだけど、編集とかなんかワークステーション的にパソコン使うと Ryzen の方がいいらしくて、そっちにしました。やったー。よー、みなさん、よー、岐阜県からのワイルドボボー、よろしく。今日はね、世界最高最新最かっこいいパソコンを紹介したいと思うんですけど、最初はね、モニターからいきたいと思うんだけど、モニターはね、この スタイリッシュモニター with IKEA technology。 まあ耳は大事ですね。みんなさ、ずっとパソコンの画面見てちょっと痛くなったりするんだけど、これは違うぜ。これは俺のもう目のダチなんだ。 GL24602424 ベイビーズ、一番安かったから買ったんで。でもね、人は頭なくじゃなくて心なんだよ俺。でこのパソコンの心は最高なんですよ。もうここ切って、もう内臓も丸見えなんですけど、特別に紹介してあげる。ここにはグラフィックスカードの FireDragonX3 ガンダルフ。ねえ、これさ、めっちゃ速いで。もうこれウセイン・ボルトかける流れ星3つぐらいの速度なんですよ。俺の方がまあラップが速いんだけど、でもそれだけじゃない。この奥にエライザというマジすごい CPU 入ってるんで、もう8コアで16スレッドで、もうソウルブラザーズよりメンバー多くない？こいつな、同時に2つのことができる俺と違って。そして最後にね、ダチと行動するときにいつも車が大事なんで、でこいつはこのランボギニスタイルの一番安かったケースなんですよ。 USB ポート3つもあって、前にファンも3つあって、もうこのケースはずっとこのパーツの買える場所なんで、じゃあこのダチに電源つけてみようか。みんな、つきました。もうかっこいいファンが光って回ってるし、中身なんか見えてかっこいいし、ただこれめっちゃ眩しいよ。もう多分テープで何かで隠すけど、もう普通にパソコン触ってる時にこれはめっちゃ目に入ってくるね。うわめっちゃ眩しい。これだけでも全然動いてるし結構いいよこれ。じゃあ皆さん、これまあある程度ゲームはできるけど、グラフィックスカードはGTX1060 だけなんだから、本当はこれ編集用
のパソコンって感じですね。これからあの、まあ、動画がもっと面白くなるために編集頑張ります。じゃあまたね。